はい、ワンピース、バーニングバートのプロデューサーをしてます、中島です。これまで、ワンピースのゲームの担当してきてまして、海賊無双3とか、アンリミテッドワールドレッドといった、タイトルの、担当、しております。はい、スパイクチューソフトさんはノベルゲームとか、イメージもあるかと思うんですけど、実はドラゴンボールの、スパーキングシリーズから、ずっと、お付き合いしてまして、ドラゴンボールの、対戦アクションゲーム、また最近で言うとJスターズビクトリー VS といった、対戦アクションゲームを、作ってき、て、そのノウハウを使ってですね、じゃあ、ワンピースの、対戦アクションゲームを、ぜひ作ろうというふうに、話になりまして、今回のゲームの開発に、至ってます。やはりその中で、ドラゴンボール、J スターズといった、対戦アクションの、積み上げてきたものっていうところは、しっかり、そのノウハウを使って、面白いゲームを作るというところと、やはり、ワンピースの対戦アクションジャンルでいうと、おそらく10年ぶりぐらいの、ジャンルになりますので、やはりワンピースの、バトルらしさというか、ワンピースらしさっていうところをどうその対戦アクションの駆け引きとか、プレイに、落とし込むのかというところを、長く、議論しながら、ゲームの方を、作ってきています。そうですね、どういう細かい部分はすごく、ちょっと難しい部分ではあるんですが、やはり、対戦アクションとして面白いっていう部分を、あと駆け引きですね、対戦アクションの部分の駆け引きというところは、ドラゴンボールのスパーキングのいいところ悪いところ、J スターズのところ、の、いいところ悪いところというところを、きちんと、分析をして、じゃあ、ユーザーにとって気持ちいい駆け引きは何だろうとか、ユーザーにとって気持ちいい、バトルというか、プレイ感っていうのは何だろうっていうところを、一番、ユーザーからのフィードバックを受けて、分析をして、作っているところですね。なので、あとごめんなさい、もう一個が、バランスですね。バランス調整の部分、やっぱり、ワンピースでいうと非常に個性的な、キャラクターが多いので、やはりその強すぎる弱すぎるとか、っていう部分は、過去、出してきたタイトルの、フィードバックを、分析しながら、じゃあこういうバランスでどうだろうっていうところを、今ちょうど、トライアンドエラーを、しているところです。そうですね、やはりワンピースの一つの特徴で、全然キャラクターによって、格好が全然バラバラというか体格も全然違うので、そういったところを、きちんと特徴として、バトルに落とし込もうとしています。例えば、フランキーですと、フランキーの体格で、俊敏に動いてはさすがに変なので、一撃一撃が重たいキャラクターというような、形にしたりですとか、ドレイクでいうと、能力でやはり恐竜になるという、能力を持っているんですけれども、やはり恐竜になると非常に強いので、逆にその恐竜になるまで、どううまく立ち回って、最後恐竜になって相手を倒していくかっていうような、戦略が立てれるような、キャラクターに、しています。そうですね、今回のグラフィックでいう と、そのキャラクター自体はその、漫画とか、アニメっぽい表現を使いつつ、ステージは割とリアルに作っていて、でさらに、エフェクトも、かなりリアルに作っているというところで、それが3つ合わさった中で、ゲームならではの見た目というところを、再現しています。なので、にぎやかな書き文字の表現とか、割と非常にファンにとってはワンピースらしいなって感じてもらえると思いますし、実際エフェクトはリアルにつけてあるんで、例えば、地面が砂になっちゃうとか、エースが火をまとうっていう部分は、よりリアリティというか、リアルに驚くような、形で、ビジュアルの方は作っているので、ユーザーに、さんにとってはこれまで作ってきたワンピースゲームとは全く違うビジュアルを提供できているんじゃないかなとは思います。そうですね、今回、僕らも含めて開発もスタッフも含めて、やっぱりワンピースのバトルを再現しようと、完全に再現しようというコンセプトで、開発の方を進めてきているので、本作の一つ象徴的なシーンがあるとすれば、例えばルフィが、クロコダイルに殴りかかっていると、でクロコダイルがもう砂
な能力なので、全く、ダメージを与えることができないと。ただ、そこで、ルフィが覇気を使うことで、実態をつかめるようになるのでダメージを与えられるというような、まあ、ワンピースらしい、まあ、これは一つの例なんですけども、駆け引きが、今回は、楽しめるというところが、まあ、ワンピースの対戦アクションゲームとして、皆さんに、まあ、エキサイティングに感じてもらえるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、毎年言われて毎年変わってるんですけど、まあ、最近はまあ、白ひげが好きだなと思ってます。で、まあ、白ひげってすごくこうファミリーを大切にする姿勢とかが、まあ、すごく見習いたいなって思います。そうですね、これは毎年同じこと言ってるんですけど、ちょっとマニアックすぎて分かんないと思うんですけど、アブサロムっていうキャラがですね、スケスケの実っていう透明人間になる能力がある、能力者で、まあ、それを食べたいなと。で、まあ、何に使うかは、まあ、ちょっとここでは言えないかなと、ご想像にお任せします。そうですね、やはり、東映アニメさんが、はやはりそのキャラクターがよく見えるとか、よりワンピースらしく見えるっていうところが、まあ、非常に、そこが、強くてですね、まあ、今回スパイクさんで初めてワンピースのゲームを作るんですけども、やはりそのモデルを作って、見てるものの、東映アニメさんに、まあ、監修を出すことで、よりまたモデルの、クオリティが2段3段上がったりとか、要はそのあるシーンの、演出っていう部分を、まあ、監修をお願いしたときに、やはりこれもまた、よりかっこよく、よりワンピースらしくっていう、指摘のもと、またこちらもクオリティが上がるというところで、やはりそのどうワンピースらしく、どうかっこよく見せていくかっていうところは、日々勉強になってます。そうですね、今回、まあ、バトルの、対戦アクションというジャンルなんですけど、まあ、大きな部分の駆け引きっていうのはやはり悪魔の実と覇気を使った部分なんですけど、よりそのテクニック的な部分で非常に細かい駆け引きの要素が入ってるんですね。そのすごく出すのは難しいんですけど、出せたらすごいみたいなテクニックがいろんなところに散りばめられていて、やはりすごいテスターさん、熟練のテスターさん、非常にうまいテスターさん同士が戦っているところを見ると、みんなおおみたいな、ここでそれを使ってくるのかとか、そういったところが非常に盛り上がりますね。なので、まあ、入り口は、まあ、ワンピースらしいそのバトルっていう部分の駆け引きを、まあ、まあ、カジュアルに楽しんでいただき、まあ、カジュアルじゃないな、まあ、楽しんでいただきつつ、よりその極めていけばいくほど非常にすごく、うまいプレーができるとか、テクニカルなプレーができるっていう作りになっているので、その点は、ぜひ期待していただきたいというふうに思います。はい、ワンピースバーニングブラッド、まあ、ワンピースゲームでいうとですね、待望の、バトル、ジャンルになりますので、みんな楽しみに、よかったら予約してね。スーパーってやつ。スーパー